皆様、ちょっと遅くなりましたけども新年明けましておめでとうございます。はい、そんなわけでですね、始まりました。新年ということで、はい、今回は、1回ねガチバトルをお休みしてですね、あのちょいちょいあの視聴者の皆さんからもやってくれやってくれってことあって、しばらくねやってなかったので、パチパチガチトークということでトーク番組をね、このメンバーで今日はお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、早速お前そこ2人いるっていじられてるやんけ、お前コメントお前ちょっと帽子変えてみて、帽子変えてみて。いやいや、お前一緒や、今一緒やスナイデーとスナイデーがおったで今最後までこれ見てる。進行進行、俺すぐ進行進行、あんたまたげてんやん。ふざけてふざけるから早行けや、もうポポポポ早よ、ふざけるから、はい、前回 AB ブロック創業総合優勝者ね、映画梅津くんということで、一応一段落しましたんでね、こんなことで今日は新春特別企画ということで、なんで俺見て喋るの、向こう向いて喋るいちいち突っ込むから心配が止まるんだろうと。はよ、ええからお前2016年ね、まあちらっと振り返りつつ今後パチプロどうなっていくんだろうということで、ワンショットワンショット、みんなで大胆に予想していこうと、そんな趣旨でございます。それでね、ワンショット今日は皆さん新春特別プレゼント、お年玉だねこれね、はい、ね、おい、これね、ちょっと僕のから紹介しましょう。みんなパチプロ必勝お守りというの、これアップになる、どうこれ今なってます、なってる、はい、パチプロ必勝お守り、これ僕のとりあえずね、なんか紹介して、えらい飛んでへんか、お守り、もっとアップしないと、もっとアップしないと全然わかんない、これお守りっていい感じやったんや、上限、はい、裏にお守りって書いてあって、入った入った、上限って書いてある、これね一個一個手作り、はい、後ろにあのそれぞれのキャッチフレーズが銀玉1個書いてあります、はい、こういうですね、パチプロ、パチプロじゃない、上限、はい、コメントシーンになってて誰もいらんのちゃうかこれお守りください一人一人だけあなたにあげますこの守り、徐々に欲しくなってくるからこれ何これインチキセミナーの一人一人のこれ売るんじゃなくてプレゼントだ、プレゼント、プレゼント、小銭稼ぎしてんのか、売ると思ってる人がいる、ちょっと待って、お前そのこの守りってもう一回読んで、なんて書いてあるの、俺のはだから銀玉一個血の一滴だ、血流れとるやんお前もらってるあかんやん、俺の血が欲しい人っているかもしんないまあ俺ちょっと前チーめっちゃ欲しかったけどね。それぞれちょっと自己紹介の時みんなに一人一人キャッチフレーズ違うんで紹介してもらいますけど、この番組中にこう身につけてですね、それでこのお守り袋にちゃんと、いつからそんななんか信仰心の熱い番組になったそういうあれだよ、そういう方向に持ってくのはちょっと危ないけど、だ信仰したはよ、信仰と信仰かけとんねん、このね、いい声、はい、はい、行きましょう。お前ら無能すぎるやろ、ちょっとさっきからツッコミどころめっちゃあることやってんのに、お前いやまあ、これ、このプレゼントに関して応募方法は後半、キーワードを書いて送ってくださいみたいな応募方法に関しては番組の後半でご紹介しますので、おいおいレディオ方式ね、おいおいレディオ方式ちゃっかり見てですね、そのわけで今日どんなような感じで進行していくかということをね、ちらっと最初にご紹介しましょう。まず最初に、まあ、2017年なんか開会を兼ねて、なんか開会ソング的なやつ歌わへんでええの、どんどん流れてた今日そういうやつ最初で最後や、今最初で最後やで、もう歌歌うの、ここ今最初で最後やで、今日いい